頂点、赤の剣病の守護につく者なり。赤の剣病は式、すなわち色ごとを司る。これを封ずるはこの地を肉欲に満たすこと。貴様ら剣病を封じに来た者か。我が剣病は封ずると申すか。しからばここで戦うは必要。色ごとを求める淫猥なる者どもよ、いざ尋常に参るがよい。剣病を守る悪魔は倒した。あとはトキ、大丈夫？ああ、私があれを封じる。これでここも解除だ。トキ、大丈夫なの？本当に大丈夫なのかよ。少し休んだ方が
余計な世話だ。私は問題ない。そうね、先に進みましょう。のぞみさん、いいのかよ、どう見たってこいつ。私たちが何を言ったところで彼女が聞かないのは分かっているでしょ。ならなるべく早く済ませた方が彼女の負担の軽減になる。それはそうかもしれねえけどさ。残りはあと一つよ。最後だし気を引き締めていきましょう。これが四季、肉欲か。くっ、まだ少し体が熱い。感覚が鈍い。お腹がしびれて、頭がふわふわしている。だが、色ごとなど私には関係ない。ああいうのは私にはまだ早い。
これだ！捕らえられるか？剣病を守る悪魔は倒したわ。トキ、これで最後よ。いけそう。言わずもがな。これは私以外にはできない仕事だ。の侍と同じ目に遭うだけだ。お前らはそこで見ていろ。徳川マンダラが消えているのよ。これで悪魔召喚もできるようになるはず。これで終わ。大丈夫？さすがに限界だったみたいね。早く休める場所に連れて行かないと。
なんだそいつは。敵なのだろう。早く蹴散らしたまえ。わらわは万物の母イナンナ、欲の中で東京中に試算していた我が軍令ダヌーよ、わらわは復活する。なれの力をよこせ。その力の源流はわらわの。返せ。あ、イナンナ、この力は妖精たちを導くためのもの。あなたにお渡しするわけにはいきません。そういうこと。なれの理由など知ったことではない。返してもらうぞ、わらわの力を。時を道連れに。はっ。おお、やるなガストン。ふん、弱った者を襲うなど卑怯千万。私は侍の教義にのっとっただけのことだ。それとハレルヤ、私はガストンさんだ。目上の人間はさん付けで呼びたまえ。悪い。まあ何にしろ
これでクエスト達成だよな。トキ、体は大丈夫？どこにも異常はない？気を失っている間に少し回復したようだ。問題ない。そう、よかった。イナンナの攻撃は間一髪で届かなかったようね。イナンナ？あなたが気を失っている時にね、ガストンがあなたを助けたのよ。ふん。ありがとう、ガストンさん。なっ！どうしたんだ？いや、どうしたんだって、あんたそんなことを言うキャラじゃねえだろ。失礼だな。私だって血の通った人間だ。助けてもらったら礼くらいする。そう言われたら、まあそうか。奥川マンダラを解除してしまったか。ミロク！くっそ、見計らったようなタイミングで出てきやがって。人間は欲深い。なぜ徳川マンダラを解いてしまったのか。あなた方が徳川マンダラを解除したゆえ、この地は欲にまみれた的へ戻ってしまった。神や悪魔の束縛を疎ましく思っていたのではなかったのか。あなたたちの好きにさせないためよ。そのためなら神でも悪魔でも利用するわ。実に哀れだな。本来のありようを忘れ、行動が目的に矛盾している。だが私はそんな哀れなあなた方を慈しむ。いち早くその苦行の輪廻から解放しよう。それが私があなた方にしてやれる最大にして唯一の愚勢だ。56億7000万の偏在する時空をめぐり、この世界を権限してみる。あなたは自身の行為が矛盾に満ちていると知りながら盲信している。それは天使が創造主をも増長させる結果となるは致命。決して悪大の神や悪魔が蹂躙する場所に申し上がったわけではあるのに、非常にその哀れで惨めな迷い、私が苦なき悲願へ解放し終わらせてよ。
私の実力見せてくれよう。宝刀も他者を頼らず自身と法をよりどころとする。あなたは足手まといになる仲間など見捨て一人で戦う。そうは思わないか。そうでなくてはさすがは私のパートナーだ。仲間に頼る、すがり、慣れ合い、それでは悟りには至れない。他者が研鑽の妨げとなっていること、今から私が教えてやる。私の活躍を見ていたまえ。この先もみんなで頑張ろう。知っている。あなたは東京の民たちから裏切り者のそしりを受けたのだろう。それでいてもあなたはここにいる。あなたは一体何のために戦っているのだ。自己を習うは自我の企画に通じる。その果てに悟りが万歩調整される。自分がためとのたまうならば自我を捨てよ。魂を解放すればあなたの望みは叶うのだ。邪魔をする。何のために戦うか、私にはその答えがなかった。お前を倒す、それだけだった。だが今は違う。答えはある。もう少しで見えそうなんだ、答えが。お前を倒せば答えがわかる気がする。ならば私は無名より生じし苦を晴らそう。我々他神連合が知恵の光となるのだ。の中でならいつか必ずまた愛まみえる。
だぞ。さすがは私の一番弟子。いつリーダーがお前の弟子になったんだよ。これで残るわ。体力を消耗しすぎたか。そうね、みんな疲れているみたい。今日はもう錦糸町に戻って休むべきね。ならば私はここで抜けさせてもらおう。まだ昨日のツケお前から返してもらってないんだからな。だからまた会おう。今の時の言動、少し違和感が。いや、考えすぎか。さ、朝日ちゃんも心配だし、私たちも錦糸町に戻りましょう。